ギガ連射。さあ、やっていきましょう。今回やっていくのはこちら。クターの Q プラですね。Q プラ。Q シリーズ。クターの Q シリーズっていうのはまあ何個かあって、そのうちの一つなんですけども、まあクイズ番組形式のやつですね。こちらおなじみのポーズ。Q シリーズおなじみのこのポーズ。まずはあらすじから読んでいくか。ほい。ちょっと下が見えてる？大丈夫か。笑っているのか泣いているのかさっぱりわからないが、テクノアイランドにも右脳ブームがやってきた驚異の無表情キャラクター。まず日本語としておかしくないか。お茶の間で大人気、クターの Q シリーズにまたまた新バイク組が登場。その名もクターの Q プラ。ちなみにプラとはプラカードのプラだ。画面に出てくる取材クターたちを覚えて、スモークよりも先に問題に答えよう。一問でも間違えてしまうとゲームオーバーだ。記憶力が鍵の Q プラに君は何問答えられるかな。これね、一回やってはいるんですけどね。難しいよ。正直。難しいよ。でも結構面白い。あ、高知かってやつすげえな。なんだこいつ。エースじゃねえか。なんだこいつ。エースじゃねえか。ほー。ひなのなのよ。電気マグロ。みちゅみ。これ日本名が並んでるね。白銀のナシス。猛虎魂。ヒップ。どこら辺ぐらいいけるかな ?50 は無理。不可能。絶対これは不可能。でもね、頭使うゲームなんでね、あんまり、インテリ派のアザラシさんとしてはね、あんまり頭使うゲームで負けたくはないっていう気持ちもあるんですけど。まあまたやってみますか。こんな感じのやつです。何よって、ここの、これを覚えるって感じ。脳ですね。この辺は簡単。水色イエス。灰色赤。これをぐらい覚えたい。灰色イエス余裕。毎回このスモークと戦うのはなんでなの？ノー激辛、白激辛、ノー。この辺余裕。イエスノー。緑がイエス、緑がイエス。別にこの辺はね、イエスだろうがノーだろうが別にそこにあるプラカードだけ見てればいいんですけどね。3人ぐらいやってくるともう厳しいなってるね。いやー、緊張感が走るね。スモークさん早くない？あ、こっちだったの。こういうことなんですね。迷ってる時間もないという。ベスト更新では出てるけども。最初はすごい簡単。最初はね。最初は簡単。あ！あ。おかしいじゃん。おかしいじゃん。スモークが勝った時だけさ、そんな、スモークが勝った時だけ、花束がさ、花束じゃね、紙の束がさ、これはオッケー。紙吹雪か。紙吹雪だわ。紙束ってなんだよ。どっちもみかんだよ。オッケー。10は行きたいな。青、中辛。青、中辛。オッケー。この辺1体覚えればいい。どっちもイエスやん。どっちもイエスやん。これ、速記のできる人は強いよね、多分ね。なんか書くもん。この辺に書くもんないか。あるな。これにしよう。これにちょっとメモります。メモりながらやっていく。ちょっと本気を出していく。よし、この辺はまあいいや。この辺はまだ OK、 大丈夫、全然大丈夫。黄色はみかん、 OKOK。 左手でマウスを、右手でペンを。激辛とみかん。緑はみかん。うわ、危ね。どっちも中辛だね。海はあっち、中辛。どん、この辺りから、まだまだ大丈夫。どっちもみかんだ。この辺りか、次からだな。次から集中していかないと合わなくなってくる。茶から、茶から。あ、ダメだ。ダメだ。書こうと思ったけど、間に合わない。あれ、どうしよう。このゲーム、
ダメかも。瞬間記憶能力皆無ということが分かるしな。まずいまずいまずい。どうすりゃいいんだ、どうすりゃいいんだ。どうしよう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 。銃いけない、銃いけない。どっちもの銃いけない、銃いけない。あ、ダメ。この動画見てる人は、あ、俺アザラシよりも頭いいなって思うだろうな。2問目とかで間違えてると思う。皆さんも一緒に解いてみましょう。ぬお。青が激辛、紫がみかん。青が激辛、紫がみかん。青が激辛、紫がみかん。一緒に解いててくださいとか言いながら自分ももう声出しちゃってる、ね、声出さないと覚えない。緑激辛、オッケー。あ、何持ってたか分かんない。あー、よかった。中辛のオッケー。緑、茶色、青、甘、オッケー。紫、緑、あ、ふう、スモーク、早いよ。一瞬の迷いが命取り。ランキングの上位どうなっとるのこれは。どうして、どうすればいい。ちょっと考えます。スマホで撮ってその画面を見ながらとか。でもそれだとしても多分間に合わないよね。スモークの回答スピードに間に合わないよね。上の連中どうなってんだこれ。得意な能力者たちじゃないのだろうか。得意な能力者たちじゃないのだろうか。あ、トラッキング外れた。ドアの外で、うちの猫は泣いている。あーはーん。これ上位に行ける美女も見えないんですわ。頑張ってこの辺だと思うな。頑張ってもね、この辺はちょっともうわかんないな。ここまでにしときます。なんかね、得意な人はすごい得意な人がいるのかもしれない。こういうの得意な能力者だね。得意な能力者はいるのかもしれないけど、アザラシは特殊能力者ではなかったようだ。凡人以下の記憶能力ということです。クタのキュープラでした。ね。まあ、面白いは面白いんでね。皆さんぜひやってみてください。やってみて、この上位の連中の点の凄まじさを体感してみてください。ほんならまた、クタのキュープラでした。